線を上げない。弱め。あ、弱くなかった。近そう。これ120あります？ないかも。ないかも。基本がフォローなんで。ああ、風なのかな。なんか薄かった。いや、でも飛んでます。飛んでんのか。はい、前に飛んでます。そうね、くるっと回ってるからね。急に交換すか。急に飛びました。はい、オッケー。いい感じ。登れ。あ、なになに、なにあれ。やばい。刺さった。なんだ。アップして。アップして。やばい。突き刺さった。え、これどうなるんですね。刺すのかな。え。突き刺さってます。すごい。すごい。柔らかいとこに。本当だったらここからこう跳ねて。乗ってくはずだったんですよ ね。ちょっと良かったのにね。これってこの、これはもちろん置いて置き直してください。うまい。あ、止まっちゃった。柔らかい。上げちゃったら短くなっちゃった。ぐらいかな。じゃあそんなことしてパンチ入るし、これぐらいです。いや、ここも全然平らじゃないですか。うん、難しい。引退ですね。反対？これすいません。いやもうこれは、ね、どうなの？これはもうどう？でもそれ強いですよね。左内。間違ってたらごめんなさい。いや、私もスラかなと思ってたんだ。素晴らしい、ネスパです。ありがとうございます。これでダボを1個消しました。難しい、ピンが、ピンピチが。風もだんだん強いですね。グリーンも速くなってきたし、まあ、でも暑さっていう点でいうとちょっと風がある分だけ楽ですか、うん、なんか涼しい、まだ、うん、気持ちいい。これで、ね、もっと暑くなったらちょっと辛い、うん。ここは右側と左側になんつうの分かれるのよ、はいはい、で左側しかもバンカーで、本当にあの旗の方しかない道は。狭く感じますね、あのバンカーのビジュアルで。324ヤードパー4。引っ掛けないように打ちたいんだけどな。ここもライン嫌いだし。引っ掛けですね。ドライバーが打てない。引っ掛けちゃ嫌だと思ったけどね。なんか引っ掛かる感じのスイングじゃないですよね。あ、景色がちょっと引っかかってるね。そういうのを誘発しますよね。うん、それかやられ
てるのか。最下点がちょっと手前な感じ。あ、手前すぎ。何なんですかね、今の弾道だと。完璧、ナイスショット。じゃあ先。なんか変な、変な感じした。はい。ちなみにマーベリックの前は何を使ったんですか？これの前は。瓶の410。はい。使ってたんですけど、スイートスポットがちょっと狭い。このクラブよりは圧倒的に、相性的なもんなんですかね。圧倒的に狭くて、でも当たれば飛ぶんですけど、瓶も。はい。こっちは今も多分この辺、この辺に当たってて、先っぽですね。はい、はい、だからこう開いてスライスにかかったなと思ったけど、ちゃんと捕まったボールが出てくれて、結果、結果ど真ん中っす。そう、でも青木さんの素振りも迫力ありますね。風切り音が風切ってますよね。はい、手前やだな。超いいショット。距離はちょっと右です。うん、距離ぴったりだと思います。ロブショットしかない。この芝が難しい。ちょっとこのさ、この引っかかるのよ、芝が。芝生の種類がこう混ざってるんですよね。そう、だからしっかり打たなきゃいけない。こんな感じかな。もうちょっと振った方がいいかな。前よりは奥行っちゃった方がいいでしょうね。行くで。むずい、突っかかる。突っかかるな、芝が。難しい。もう一回。でかいよ、これは。あ、でも止まってます。あ、止まった。ナイスアプローチです。あるかい。取れ。あ、早いね。いいボールでしたけどね。はい、これもすごい曲がるんだろうな。いや、だいたいそのぐらいでいいと思います。はい、読みはいい感じですよね。はい、入ってます。なー、うん、しぇー、サボじゃん。いや、素晴らしい。ナイスボギー、素晴らしい。ナイスです。素晴らしい。いや、本当刺激めっちゃ、めっちゃ刺激受けてます。久々になんか上手なこと回ってる。いやレベルが高い。楽しい、ね、楽しいよね。ここは打ち上げのショート。ゆきちゃんと何で仲良くなったんですか？ね、3年ぐらい前になんかバーベキューで出会って、はい、はい、そう、3年、もっと前か、うん、3年だぐらい。へぇー。で、はい、その時はゴルフそんなにしてなかったんだけど、うん、ゆきりん、うん、なんか、でもゴルフ
クラブ持ってますみたいな話があって、うんうん、じゃあ何かあったら誘うねみたいな、うんうんうん、言って連絡先だけ交換してて、あ、そうなんですね、そうそうそう、で会うようになってって感じ、うん、うん、あら、じゅん様って来てました、うん、明日遊ぶんですよね、あ、ゆきりんと、はい、じゃあ今度はゆきちゃんと3人ラウンドも、じゃあそうだね、あ、めっちゃいい、あれあれ嬉しい、またプライベートラウンドにあの潜入するかもしれない、あ、そういうやつねあ、そういうのありだ、はいはい、面白いね、どうしよう、5番ユーティリティで届きそうな気がしたくもないですよね、あのバンカーさえ越えれば、怖いな、最近当たってないから、じゃあ今日飛んでます、今日飛んでます、はい、久々にちゃんと当たってるから嬉しい、うん、152からな、バンカーを越えたい、しっかり、え、これグリーンめっちゃ大きいんですか、右に、右に結構大きいです、ここに広いかも、右側にしよう、いや、意地悪のとこじゃないですか、これとっても意地悪です、今日はグリーンの位置、ピンだったね、すごい、めっちゃピン近いと思う、かわいい、かわいそうに芝さん、ごめんなさい、だいぶ手前からね、上見ちゃったね、あ、これもう一回さ、うん、確かに T、うん、T は打ち上げてますけど、打ち上げてないと思って打つ、くるっ、9番なんてもうイメージピューって感じだったのに、もう5番ユーティリ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 だって5番ユーティリティも大好きだったのに、今はなんかあんまりイメージが湧かないんですよね、なんでかな、あ、でも今日はそれを取り戻すための白 T ラウンドなんですよね、そう、ちょっとね、こうくるんって回るようになって良くなったから、今日それ試してみていい感じなんで、次回かな、次回ぐらいには、ちょっとでも練習しないとダメだな、うわ、近っ、すごい、やばー、すごい、嬉しい、めっちゃすごい、めっちゃ近い、オッケーバーディーですよね、オッケーバーディー、もちろんです、ピックしちゃって、もちろんです、もちろんです、ありがとうございます、すごいっすね、よかった、ね、4U ですごいこの打ち上げのこれがここっすよ、ダメだ、止まらん、いやー柔らかく打ってるけど、いやー、でもナイスアプローチです、またダボになっちゃう、まあまあ、okay. ダボです、なんとも4ダボナイスバーディーです、ありがとうございます、ナイスバーディー、嬉しい、ケーバーディーですかね、うん、前半めっちゃスコアいいんじゃないですか、ね、そうですね、40ぐらい、40ぐらい、いやすごい、40、もっと、3球出た、いやいやいや、41ですね、41か、はい、すごい、めちゃうまラ
ランチボックスめちゃくちゃ美味しかったですね。すごい。もう食べたんですか？もう食べたんですか？はい、まだ食べきれないからちょっと頑張って。